供に炎を授けたのは誰か。誰か、誰やろう。このゼダニアスに他ならん。そいつは初耳だ。赤子のごとく無知な忍者よ。お前は何も知らん。我が大使炎、それは人間どものなけなしの夢であった。だがお前の先達竜の一族はその日を消し去ろうとしたのだ。愚かなこととは思わんか。さあな。因縁深き忍者の一族、竜の一族の末裔は地獄の豪華をその身にまとうがいい。